富山の堀光堂です。今回ですね、川淵英子さんのツイッターを紹介したいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、こちらになります。こんにちは、川淵英子です。富山で暮らす私もあなたも子育てに追われている、残業が多くてしんどい、生きがいを見つけたい、介護に疲れたとか、あなたの抱える悩みは実はみんなの悩みでもあります。誰かの困りごとを拾い集め、その問題を大きな視点で解決していくこと、それが富山の知事の仕事だと思います、ということで、こちらがですね、川淵英子さんのツイッターアカウントになります。はい、ということで、今回ですね、川淵英子さんのツイッターを、紹介してるんですけども、この方の、ツイートを見てたらね、ちょっと面白いっていうかね、ちょっと笑っちゃった、ツイートがありますので、紹介したいと思います。はい、こちらになります。はい、川淵英子さんが何かの撮影風景ということで、何かを撮影してて、その撮影風景ですということで、ツイートされてますけども、川淵英子さんがフラフープしようとしてなんか失敗してんだよねちょっとね、なんかちょっと笑っちゃってっていうかね、なんかおかしいなと思ってねおかしいなっていうか思って、今回紹介してるんですけども、ほんのちょっとね、もうほんの数秒の、動画です。ほんの数秒の動画で、ご覧いただいたらわかりますけども、それがね、ループっていうかね、繰り返し再生されてるっていうような、感じの動画になってますけど、この、フラフープをね、なんか失敗してるところが撮影風景ですって言われたらね、ちょっと笑っちゃいますけどもね。はい、ということで、フラフープをしようとしてて失敗してる、川淵英子さんでしたということです。はい、ということで、トップですね、戻ってきましたけども、はい、川淵英子さんは、富山県知事選挙ですね、2020年の10月に、予定されてます、富山県知事選挙に立候補表明、出馬表明されてる、方です。はい、で、ツイッターを始めた、月がですね、2020年9月からというふうになっておりまして、おそらく、川淵英子さんが出馬表明されてから、ツイッターを始められたのかなと思います。で、川淵英子さんの出馬表明っていうのは8月31日ですね。はい。になります。この僕の方ね、堀光堂の、YouTube でも、川淵英子さんが立候補表明されましたよっていうことをね、出馬表明されましたよっていう、動画、出しましたので、また、ご覧いただきたいなと思いますけれども、その8月31日に出馬表明された後に、Twitter アカウントをね、作られたということだと思います。はい。で、ツイートを、拝見してるとですね、いろんな、活動されてるのかなっていうふうに思いますけれども、ご覧いただいてる通り、フォロワーが少ない。フォロワーが少ないところがちょっと、気になりますけれども、なのでね、一応ね、川淵英子さんの、そのツイッターがあるんだよっていうことを、今回、紹介するっていう、そういう、タイトルっていうかね、そういう目的でもあるので、今、県知事選挙立候補表明されている方は、3名いらっしゃいますよね。で、そのうちの、その川淵英子さん以外のお二人っていうのは、以前ですね、ツイッターの方、紹介しましたけども、川淵英子さんの方は、紹介してなかったので、今回、見つけましたので、見つけましたのでっていうかね、たまたま見つけました。ということで、紹介しました。で、僕が見つけたということなんですけど、僕、常にっていうかね、結構その富山県知事選挙に関しては、ネットを検索したりとか、そのツイッターとかね、SNS の方を検索したりっていうこと結構してるんですけど、そこでたまたま、川淵英子さんを見つけました。はい。ということで、見てるんですけど、やっぱりフォロワーが、なかなか少ないということでですね、まだご覧になってない方っていうか、その川淵英子さんのツイッターをね、まだご覧になってない方、結構いらっしゃるのかなと思いますので、動画説明欄の方にね、川淵英子さんの、ツイッターアカウントの、URL、貼っておきますので、また、ツイートとかね、今後も、更新されると思いますので、ご覧になったらいいんじゃないかなと思います。
はい。一応ね、その、やっぱりその富山県知事選挙がこう控えてるということで、まあ、立候補予定者ということなんですけど、3名ね、3名の方も、川口英子さん含めて3名の方は、立候補表明されてるっていう、状況で、立候補予定者っていう状況ですけども、なので、まだ立候補されるかどうかはわからないっていうことなんですけども、はい。まあ、一応ね、県民としては、とりあえずその、出馬表明されてる3名の方の情報は一通り見ておいた方がいいと思います。はい。見ておいた方がいいと思いますので、まあ、3名の方ね、今回、川口英子さんのツイッターを紹介してますけど、残りのお二人の方のツイッターも、ご覧になった方がいいのかなと思います。まあ、あとはですね、ツイートの反応っていうかね、例えばリプライとか、引用ツイートとかされてて、なんかその出馬表明されてる方に対しての、なんかその、まあ意見とかね、いわゆるコメントっていうか、そういうのも、まあちょこちょこっとね、まあ本当か嘘かわからないけど、そのいろいろ書いてる方、書かれてる方いらっしゃいますけど、それは本当か嘘かわからないんですけど、でも、その一応、こう見ておくっていうのも、大事なのかなと思います。はい。ということで、今回ですね、川口英子さんを、紹介しました。はい。ツイッターの方ですね。はい。川口英子さんのツイッターを、紹介しました。はい。ということで、終わりたいと思います。富山の堀耕道でした。ありがとうございました。